一健さん、剣のマスター6万6000ポイントのバトルポイント、試合数は8700試合、まあ、プラス龍が6000試合やってるので、まあ、彼は実は試合数は1万5000ぐらいプラス龍が6000試合ですかもう1万試合オーバー、もうこれはやる気でやり込んで、さあ、なぜか一君の実況を任された感じですか。さあ、一君はね、状況判断とコンボ選択は相当やはりこの8000試合でですね積み上げてきましたので、かなり剣自体は参考にしていいと思います。もうやり込みは嘘をつかないと、そういうことですね。さあ、セミマイダッシュからの投げをしっかりドラップした。さあ、タチューパン止める。しかしダブルに食らった。さあ、危ないところからスカシゲダン投げて、さあ、セリやり返した。ブロックして、ダイヤシー、セリ前出し読んでいる。仕込み勝利が EX ヒットを勝つ。セリ1はノーマルヒット。さあ、今のスラをガードした、素晴らしい反応。さあ、しかし差し返して、チラシチラシ。さあ、剣のセリもうざいところだが、さあ、表から行く。さあ、失敗したが、ダブルに押し返して、スラ、これは強気いった、投げる、投げを通した、土門田、本田、1本取り返します。さあ、コンボミスからの流れ奪われた感じですね。やり返した、大昇龍で切り返す、仕込み昇龍が届かなかった。さあ、イエス最後、ガードしてから、射撃が当たる。セリでダメになる方。さあ、縦跳びで回避してからスラのスキンで足が当たらない。チラシダム2でダム2を透かしたところを投げたのグラップ。さあ、ダイヤシ刺した、 EX で切り返す、ダッシュ投げ。さあ、画面端でグラップ潰しから、さあ、ダム2で削る、 EX ヘッド。最後は安定の無敵時間、 EX ヘッドプレスを使っていった。これで土門田、本田、なんとリーダーの3人抜き。そんなバカな、周りからあと1K さん、あ、すまん、ごめんとさあさあ、このバトル先方の土門田、本田さんがなんともう3人抜きを見せまして、さあ、次は座ってきたのは、さあ座ってきました、魔法少女ザンギタン。あと先に、スタートボタンを押してしまったんで。